酸素カプセルもあるし、あー怖い、行ってみるか。うむ、思ったより下の空間が大きいですな。デイブ氏、少し周りを確認してみてください。周り、あ、酸素ある、酸素あるし、弾もありますね。あ、武器箱もありますね。いろいろ対策できるようになってるな、優しいぞ。これは、あ、強化キット、めちゃくちゃ強くなった。レッドスナイパー持ってるしね、しかも今でも3発なんだよな。3発ってどう？ちょっと待って、あそこの酸素もらっといた方がいいかな。でも酸素まだまだあるな。アイテムいっぱい補充できるようになってる、ありがとうございます。あ、酸素カプセル、こっちの方がいい。いや、このねスクーターいいんだけど、私、そう、私下手すぎるから、酸素カプセルで回復アイテムみたいなね持っといた方が安心かな。じゃあ、ちょっとここにも酸素があるので、そこの酸素もらっていくか。酸素ボンベ2つあるから1個もらいました。っていうか、これいびきじゃない？聞こえる音、どう考えてもいびきでしょ。大丈夫そう？どこにいるかな。あ、うわ、でかい、無理だよ。あそこにありましたぞ、レアスちゃんが入っているピンクの宅配箱。ちょ、そんなことよりあの巨大なイカを見なよ。あいつが持ち去ったというわけですな。イカのくせに見る目があると言いますか。今は寝ているようですので、こっそり取ってきてください。うー、ここまで来て手ぶらでは帰れないし、とりあえずこっそり近づいてみようかな。大丈夫？うわ、やばい、起きたじゃん。やばい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 よ、やばいやばいやばい、なんかジャイアント、何、あ、ちょっと待って、これどうすんの、これどうすんの、マジで、マジで、これ怖っ、無理無理無理。え、これ戦うの？起こしちゃったじゃないか、もう帰りたいよ。デイブ氏、弱音を吐いている場合じゃありませんぞ。僕が渡した銃を使うのです。森なんかではびくともしないでしょうからな。レアスちゃん、今助けるぞ、助けるのはデイブなんだよ。銃ね、わかったわかった。待って、ここに酸素がある。え、怖っ、え、な、え、ちょっと待って、いや、怖い怖い怖い。あのさ、なんかゴソゴソしてるところからは足が出てくるんだ。え、やばいやばいやばい、あの目でしょ、絶対やった方がいいの。よし、やった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 。ちょっと待って、ちょっと待ってください。え、怖い、ぶっ飛ばされた、ぶっ飛ばされた。あ、怖っ、やられたやられた、痛いよ。あ、待って、あそこからは出てくるでしょ、触手が出てきて。ちょっと待って、なんかさ、ここにさ、ツールボックスあるじゃん、これ何？刀か、鋭い日本刀。あ、こっち、まあ同じくらいだな、同じくらいの強さです。あ、やばいやばい、また生えてくる、生えてきた生えてきた。え、ね、めっちゃ食らってるんだけど、使おう酸素で。もう一回あの目玉やりましょうね。これすごい当てやすい、びっくりする。え、2発当てたけど、あ、痛がってる。ちょっと待って待って待って、弾薬ないの？弾薬取り行こう。あ、弾薬ある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 、ありがとう。こんなとこにあったっけ、ありがとうございます。あ、やばい、痛い、ぶつかってる。でも酸素ここにあるからね、お守りお守り。あ、怖っ、生えてきた生えてきた生えてきた、痛いよ。私、安全に行って、安全に。で、なんかさ、痛いってなっちゃってるね。あ、よし、え、いや、行った。でも今だ、あれ、ちょっと近づいたら、やったやったやった、撃てた撃てた。でもちょっと待って、あー、いや、ちょ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 、ちょっと待ってちょっと待って、この酸素もらうか、念のためね。酸素もう1個あるし、酸素カプセルもあるから、銃の弾薬があと1個しかないから、結構近づいて撃って、あ、いけた、いけたかな、いけたかな、いけたっぽい。やったー、やりました。怖すぎ、あれ、あ、魚人族の女性、そうだそうだ、誰か一人誘拐されてたわ、そういえば。助かった、助かったかい、大丈夫かい。あ、あ、怖い怖いね、人間怖いね、ごめんごめん。人間がいると思わないよね、さっきのあれって魚人だったんじゃ。
む、何をおっしゃるのやら、僕の目にはピンクの宅配箱しか見えていませんが、早く回収してきてください。彼女は救出を待っているのですぞ。こいつに言っても仕方ないか、上でベーコン博士に報告してみよう。そうだね、魚人族には全然興味がない人だからね。え、こいつ動き出しそう。あ、びっくりした。ふむ、ところで宅配箱がイカの足の下敷きになってるな。どうせ切り取るしかなさそうだし、食べられるのかな。とりあえず番長さんに持って行ってあげよう。ナイスじゃん、やったー、これも食材になるんだ。あんまたくさんは取れ、あれ消滅した。ピンクの宅配箱ゲット。おー、やりましたな。では今すぐボートに登ってくるのです。よかったね、レアスちゃん。いやー、よかった。でもすごいさ、置いてあったじゃん、酸素とか弾薬とか。あれ優しいよね。あれがあるならさ、ちょっと避けながら戦える。あー、ちょっと面白かったかも。怖かったけど、他の魚の邪魔も入らないしね。あー、よかったね、フィギュアね。レアスちゃん、無事な姿で戻ってきてくれるなんて。おー、塩水が体のあちこちに。僕が綺麗に洗ってあげるからね。レアス、行きます。おっと、レアスちゃんのセリフをマスターである僕が言ってしまったぞ。呆れてる。おほん、とにかくそれでは僕が約束を守る番ですな。どうぞ受け取ってください。これぞ深海用ヘッドライト。必要な地点に行くと自動でオンになる最新型モデルですぞ。では僕はレアスちゃんの介護があるので失礼、バイバイやっと。わー、頑張ってよかった。救出できました。ふう、とりあえず一段落ついたかな。そういえばとりあえず持って帰ってみたものの、このダイオウイカの足はどうしよう。匂いがきつすぎる。食材に使えるかわからないな。番長さんに電話してみようっと。ダイオウイカ料理。あ、レッドスナイパー。これ、そうそう、これさ、めちゃくちゃ使いやすかったから欲しい。結構深いところに行けば手に入るかもね。お魚、ちょこちょこ取ったつもりだったけど、少ないかもな。まあまあまあ、いいでしょう。コブラショップで買える積載箱、よかったな。あれ、他にも。あ、まず電話した方がいいかな。あ、わかりました。はーい。コブラさんじゃなくて、番長さん。何用だ、デイブ。僕、ダフを手伝っていて、ダイオウイカを倒しちゃったんですけど、それはまたすごいものを取ったな。全部は持ち帰れなくて、足を少し切り取ってきたんです。これって食べられるんでしょうか。ふむ、もちろんだ。おー、さすが番長さん。ただし浮力調節に使う塩化アンモニウムのせいで匂いがきついのだ。さらに食感も硬いため、通常の調理法では美味しくはできんだろう。メニューとして客人に振る舞うには無理があるゆえ、今日は早めに店じまいをし、そのイカで祝宴でも催してはいかがだろう。ん？なんだそれ。開店以来多忙を極めたため、協力してくれたみんなにもお礼もできなかったからな。おお、それはいいアイデアですね、デイブ。歓喜だね。お寿司大好き、デイブ。では拙者は今から下ごしらえに入ろう。準備ができたら寿司屋に来てくれ。ベーコン博士もいらっしゃるだろうし、その時に魚人族を目撃した話をしてみよう。そうですね、ダイオウイカ料理。お、もう祝宴なの？お店今日やんなくていいんだ。やりたい気持ちもあるけどね。バイトちゃんたちは？バイトちゃんたちも頑張ってるのに。デイブ、少々遅かったな。みんな先に来て待っていたぞ。わあ、もう料理ができてるんですね。みんないつの間に集まったんだろう。あ、みんな喋れるようになってるぞ。よしえ、人々のために祝宴を催すとは目覚ましい発展ですね。見違えました。そうですか。飲食店もまたサービス業です。料理やドリンクも大事ですが、何より必要なのはお客様へのサービス精神です。これまでこのお店には頑固なシェフと彼の料理があるだけで、もてなしの精神が欠けていました。僕も一応お客さんをもてなしてたんですが。ええ、でも特に存在感がありませんでしたので、ひどい。デイブだけでやってたのにね、しばらく。覚えておいでですか、あの時私が申し上げたことを。クックスタに書き込まれた評価のことです。特になしとおっしゃっていましたね。しかし今はごくたまにあなたのことも書き込まれています。マジで？そうなんだ。温かい緑茶を注いでくれた、一生懸命わさびをすりおろしていた、
親切だった。仕事が多くて大変そうだった。ちょっと嬉しくてジーンと来てます。お？あなたが頑張っているからこそお客様方も気づいてくだ、くだった？くださったかな、これくださったのでしょう。わあ嬉しいですね。お客様はみんな正直です。手を抜くと見抜かれてしまいます。こだわり、親切、努力、実力、一つでもかければ客足は途絶えます。ですので今この光景が信じられません。あの頑固一徹だった番長がここまでお店を繁盛させ祝宴を開いているということが、どうやらデイブさんのおかげのようですね。番長さんって昔はどんなだったんですか？この私が他人の過去をむやみにお話しするとお思いですか？ですが、いつかふとした拍子に漏らしてしまうことはあるかもしれませんね。なんかいい話が聞けたんですけど、嬉しいかも。コブラさん、飲んでる？ガハハハ、デイブ、番長寿司の営業も軌道に乗ってきたな。おめでとう。今日はやけに上機嫌みたいだな。このイカの足を見ろ。まさに子供の頃に夢見ていたようなビジュアルだ。これをメニューで出せばもっと客足が伸びそうだろう。お客さんに出せるメニューじゃないから僕たちで食べることにしたんですけど。くっ、そうだったな。そりゃ残念だぜ。こんなに映えるビジュアルなら味が微妙でもみんな食べに来るだろうによ。味が微妙でもって、そんなの番長さんが認めるわけないでしょ。お客さんを呼び込むにしても何か別の手を考えましょう。そうだな、例の深海にならあそこにならまだ何かあるかもしれん。みんなをびっくりさせる何かが。ベーコン博士の研究が立証されればこの店も有名になって客でごった返すはずだ。ふむふむ、そうなんでしょうね。そうなりゃ俺たちは大金持ちだぜ。だから頼むぞデイブ、一緒にガッポガッポ稼ごうぜ。ガハハハ。やっぱ金のことしか考えてない。コブラさんはやっぱり信用できないよね。ベーコン博士は、あの博士、あそうだ、魚人族を見かけた話しなきゃ。おうデイブ、どうかしたかね。僕、海で魚人族を見かけたんです。なんだと？本当に魚人族を見たのか？ジュゴンを見間違えたのではあるまいな。どんな姿をしていたんだ？服は着ていたのか？そもそも人間に似ていたか？上半身は人間のようでしたけど、僕を見て驚いて深海へ逃げたので、詳しくは、あっちは深海なんだ。それは残念だ。世紀の大発見を目の前で逃すとは。ならばまた深海で会えるかもしれんな。道理でそこから強い信号が出ていたわけだ。あるいは村のようなものがあるかもしれん。村？村ですか？そうだ、魚人族は遺物や壁画、文字、言うなれば固有の文明を持つ存在だ。村を作って暮らしているとしても何ら不思議はないのだ。その村が見つかれば本当に世紀の大発見のはずだ。海中の古代文明が私たちの、前に姿を現すことになるのだからな。デイブ、君だけが頼りだ。よろしく頼むぞ。なんと魚人族の村。深海に行ったらわかるかね。番長さん、お疲れ様。ダイオウイカの足、確かに扱いが難しい食材だが、悪臭さえ抑えることができればその本質に近づくことができよう。まだ食材の研究をされてるんですね。本日も貴重な食材の仕入れご苦労だったな。何せ珍しい食材だ。下ごしらえには苦労したが、だからこそ調理しがいがあるというもの。さて味はいかがだろうか。いつもの料理も美味しいですけど、今日のは特にベリーグーです。あ、じゃあ結構美味しくできてんだ。悪臭抑えられてんだね。素材が大きかったゆえ様々な調理法を試してみた。客人に出すのは時期尚早だがな。料理の道に終わりはないようだ。この果てしなき道を歩める拙者は下方者だ。食材を求める道もまた同様であろう。デイブ、気を緩めることなく精進するがいい。言ってる意味がよくわからないけど、はい、とにかく魚をたくさん取ってきますね。デイブかわいいな。あ、終わっちゃったのかな。ビールを拾い上げよう。あ、これデイブのお酒。ふう、美味しいな。やっぱり番長さんの料理は最高だね。お客さんがどんどん増えてるのもうなずけるよ。いや、ひょっとすると僕が取ってくる食材のおかげかな。それにしても今回は驚いたね。ダイオウイカに魚人族に。海の神秘はそこが知れないな。危ないけど潜った甲斐があったよ。明日はもっと深くに潜ることになるんだろうね。そこでは何が待っているんだろう。そうだね、深海に行けるようになっちゃった。
考えたって仕方ないもんね。明日のことは明日考えよう。みんなで乾杯していい気分でベッドに飛び込もう。あーなんかみんなからいろんな話が聞けて幸せだったわ。乾杯してる。おや？誰かに見られてる。え、これ誰？誰か見てたんですけど。怖っ。あの人のクエスト今日までだよね。まあまあまあ取ってあるから大丈夫です。ベーコン博士こんにちは。いやグッドモーニング。昨夜は飲みすぎたらしい。胃がムカムカして気分が悪いな。確かに張り切りすぎでしたね。母せっかくみんなで集まったんじゃないか。そんなめでたい日には思う存分に。う大丈夫？ここで測れると困れますよ博士。うだいぶ酒が弱くなったな。まあとにかくダフがくれた深海用ヘッドライトを使って深海に降りてみたまえ。おそらく必要な地点に着くと自動で作動するはずだ。それから深海に行くにはダイビングスーツの強化は欠かせないぞ。忘れずにやっておきたまえよ。スーツの強化か。ではまず装備の強化をやらないといけませんね。あ、ところでひょっとして水中すく、う、う、大丈夫ですか？ゲロゲロしちゃった。二日酔い、あ、だいぶ汚していったな。汚っ。うー、こんなに汚しておいて潜れって？めちゃめちゃ吐いてそのままどっか行っちゃった。汚っ。ん？なんかメールが届いてるね。確認してみようか。メール。はい、見てみますか。クラゲパーティー、なんだなんだ。ブルーホール観光委員会からメールが来てる。お元気ですか住民の皆様。新たに発見された神秘のブルーホール、これを宣伝するための観光委員会がついに発足しました。パチパチ。我々が催す最初のイベントクラゲパーティーが3日後に開催される予定となっておりますが、テーマに沿ったクラゲ料理を出せる料理店があるなら積極的な推奨をお願いします。では今後とも応援のほどよろしくお願いします。おお、なんか楽しそうなイベントをやろうとしてる。クラゲ料理、これうち出せるよね。クラゲ結構取ってきてるから。そしてクックスタ巡回する。なんだ見れないぞ。あああああ、これを見たらこっちに行かないといけなかったのか。おお、パーティーとな。これは稼ぎ時だぞ。ガハハハハ、この辺りも観光推進をするんですね。あまり騒がしくなってほしくないんだけど。まあパーティーの日くらい多めに見てやろうじゃないか。俺たちはお客さんを迎える準備をすりゃいい。メールによるとパーティーのテーマはクラゲだそうだな。クラゲ料理さえ用意しておけば爆売れ間違いなしだぜ。10月15日ですから3日後ですね。ガハハ、どんなクラゲだろうと構わん。その日に用意しておくんだ。ガッポガッポ儲けようぜ。クラゲパーティーね。あ、イベントとかが発生してくるんだね。特別なお客さんたちが登場します。じゃあお店の中にクラゲ料理を所望する人がモリモリやってくるみたいなことかな。大儲けのチャンスです。なるほどね。あ、すごいすごい、ちょっとフェスっぽい格好してるねみんなね。楽しげだな。なるほどね。アイダイバーでもアップグレードを忘れちゃいないな。忘れてないつもりだけど。限界水深 230m、 まあこの辺も強化しておいた方がいいのかな。深海ってどれくらいなんだろう。あ、クックスタ巡回できるようになってる。あー楽しそう、にぎやかであるな。あーいいね、いい写真ですね。いいねしとこう。番長さん、あ、写真撮られてる。よしえに挨拶もせずに料理に打ち込むところは相変わらずなんですね。いいじゃないですか、真面目な感じで。あ、また取られてる。時が経てば岩のような堅物でも少しは丸くなるものなのですね。一緒にいる人たちのおかげでしょうか。うわー評価されてる、嬉しいぞ。こんなもんかな、新しいのは。音楽も追加されてる。これだ。あ、ダイオウイカと戦った時の音楽か。あ、怖かった。怖かったけど勝ててよかったね。そしたら今日のコブラショップちょっと見してちょう。あ、これ。これ欲しいな。毎回これ持ってく。ん？これなんだ？拡張空気タンク。着用してる空気タンクを拡張する補助装置。一度しか使用できない使い捨て品。
これなんだろう。あ、これ苦しくなってきたら使えばいいのかな。違うか。最初に使っていいのかな。最大酸素量 10% 増加だから、え、これ良さそうだな。これとこれを買っていくか。ん？どうだろうな。ちょっと待ってね。いっぺんに買わない方がいいかな。一旦これだけでいくか。ダイビングスーツってこのレベル3の状態で深海に行けるんだろうか。 150m どうかな。さっきのダイオウイカがいたエリアは普通に泳げたけど、強化しといた方がいいのかな。やっぱ行けなかったみたいになったらやだもんね。強化しました。じゃあちょっとこれで深海に向かって行ってみようかな。